とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もタワー回っていきましょう。10周。そして出なかったら、プラス1周、もしくは2周、それぐらいやっていきたいと思います。では、行きましょう。今日はね、全部、持ち込みバグを使って、幸運をつけていきます。これ、幸運でいくと、どうなんだろうね。ちょっと前やったんだけども、微妙だったんだけども、今日は全部幸運でいってみます。そうすると、どうなるでしょう。いいの出てくれるでしょう、もちろん。では、ボスですね。いきましょう。持ち込みすると、ほんと楽。はい、終わり。ああ。よし。では、こんな感じで、いきますね。一発目は、いや、よくないな。よくないな。スタッフ系使ってくれっていうコメントもあったんですけど、いいやつ持ってないんだよね。これ惜しいな。虚無さんがついてて、リフレッシュでしょ。で、クリティカル、左側に、重力あれば、なかなか良かったと思うんだけどな。惜しい。クールダウンショットはついてる。けども、ダメだね。クールダウン。そして、ポーションバリア。あ、今回結構いいの出る可能性があるよ。OK。なんかすごい期待される感じです。では、頑張りましょう。2回目、おクールダウンつくね。でも他はダメだけどね。おお、ダイナモ重力。でもいらない。なんか微妙だな。微妙に良さそうな感じもありつつ、そうでもないっていう。まあまあまあ、次行きましょう。次は、ダメか。あ、出た。出た。なんかおかしくなっとるね。なんか、持ち込みするとこういうのがたまに出るっていうのが嫌だよね。なんだこれ。はい、次行きましょうか。ダメダメだ。微妙じゃない？微妙だな。いやー、使わないかな。使わないなぁ。次行きまーす。なんだこれはもう。微妙だな。まあ、ブロードソードはちょっと使ってみようかなとも思うけども。エンチャが良くない。黄金のところに虚無がついてれば、まあいいかなと思うけども。アンチャンティング、重力、リフレッシュ。で、虚無だったらよかったんだよな。微妙。重力、クリティカル2か。いやー、いらないね。多分ね、ハンマーは、エンチャを厳選したとしても、使えない気がするんだよね。ハンマー微妙でしょう。はい、じゃあ次、行きます。どうだ？やっぱりね、幸運つけてても、これ意味あるのかなーって思っちゃうね。締め具。お、旋風さんがついてる。あー、いやー、これ、火力しかついてないね。火力だけ。締め具のリフレッシュはどうなんだろうな。いや、合わんわ。締め具は、そうだわ。ほぼほぼ俺旋風で倒すと思うから、そうだよ。リフレッシュは発動しないんだ。そう。レイピアと一緒だ。発動しない。だから今の戦い方には向いてないんだな。いやー、良くないね。違う。でも、いい3つだよ。いい3つだ。
バブルはまあ違うわ。バブル違います。ブロード。衝撃波2か。まあまあリフレッシュと重力が一緒についてるからダメだしね。あ、でも惜しい。すっごい惜しい。リフレッシュ、クリティカル、虚無。で、重力を衝撃波のところに持っていけば、よかったんだよ。重力は2でもいいんだよ。1でも2でもいいんだ。惜しい。怒りどうだろう。怒り!アーティファクトシダジー。リフレッシュ。吸血。ダイナモだな。ダイナモがついてれば最高。違う!ダメです。輝きがついたら一気にランクダウン。はい。次いきます。頑張ろう。ラスト3回。ああ、ダメだね。輝きが入ってない。弱体化と虚無が入ってて、やばいかなと思ったけども、ダメだね。弱体化、虚無、重力、輝きなんだよ。最高は。重力と輝きが入っておりません。ダメです。グレイブ、重力ついてる。いや、下はダメだね。よろしくない。ダイナモか。いや、一番右のエンチャがよろしくない。追い打ちが一番右だったら、よかったかな。リフレッシュ、クリティカル、追い打ち、ダイナモ。龍馬王のは、別に呪いやワールウィンドじゃなくても、まあまあいいかなと思うんだよね。ダメだね。では、あと、あと2回かな ?2 回ぐらいだよね。よし、頑張ります。ラスト2回。これはよろしくないけど、谷の小玉ぐらいかな。良さそうなのは。あ、踊り子。あ、いや、いらない。違う違う。これじゃダメ。谷の小玉、おっと!違うね。あの、貫通が、シナジーに見えたけども違いますね。ダメだ。じゃあ次、ラストですね。ラスト。いくぞ!ラスト!スパイダーかな?でも、いらないんだよな、スパイダーは。まあまあ、合う装備はあるかもしれないね。マウラーズよろしくない。エンチャはまあまあかな。どう、惜しい。まあまあでもシナジーとあの防護ぐらいか。まあ黄金にねクールダウン3があれば、まあまあ、いや使わないか。ポーションバリアもないしな。微妙ですね。あと、2回頑張ります。あと2回頑張ります。いくぞ !11回目!おい、ウィザー!どういうことだ?クールダウンもポーションバリアもついてない。リゾルトテンペストどう?出た!出た!これ、これよ。またか。いりませんね。下のエンチャはいい感じなんだけどな。ガードストライクか。黄金に、まあ、クリティカル追い打ちどっちかでよかったろうね。まあ、これよりも多分、ベノムグレイブの方が、いや、変わりやしないか。はい。では、ラスト頑張ります。それではこれがラストですね。持ち込みすると早いね。早い。10分ぐらいで周回できるんで、これだったらまあまあまあ20回、いや20回きついな。20回きついけども、15回ぐらいだったらこれいける気がするな。持ち込み楽。ラストダメだな。まあトリック棒、レイピアは2つもワンチャンあります。
ダメだね。トリック棒のクールダウンショット、アーティファクトチャージ、バーストボーストリングの虚無、もしくは弱体化。まあ、虚無の方がいいかな。を探してますけども、難しいね。レイピア、重力と虚無だけか。あと輝きがついてて欲しかったな。弱体化も。ダメです。はい、ということで、今日はタワー12周すべて幸運で回ってみましたけども、まあ、普通に行くのと報酬は変わらないかな。報酬は変わらないと思います。ただ、周回速度が倍近い速さで回ることができるので、はかどりますね。まあ、今後、これでやっていってもいいかもしれません。22回ね、ありますので。ショートカットがあればね、そのまま行くんだけども、ショートカットなしなので、今回は幸運バグじゃないや、持ち込みバグだね。使っていってもいいんじゃないでしょうか。俺も使ってみます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。